生駒里奈です。今年の全国ツアーも今日と明日の残り2公演、私たちは桜井キャプテンのもと乃木坂らしさとは何かをテーマに全国を回り、自分たちの理想のイメージと戦ってきた。昨年の神宮ライブ終演後、キャプテン玲香は大泣きしていた。後で話を聞くと、納得のできないことがたくさんあったという。こんなに一生懸命いろんなことを考えていたんだなって改めて思った。玲香はポンコツキャプテンと言われている。レイカはこのツアーでポンコツ発揮しすぎ。レイカもポンコツと言われすぎてキャプテンに向いていないとか情けないとか無意識にそう思っているかもしれないけど、私は違うと思う。私なんかは一つのことに夢中になってしまい、周りが見えなくなることが多い。その度に、レイカは落ち着いて、正しい意見を言ってくれる。世間で思われているキャプテン像って、強く導いてくれる人。でも、レイカは違う。うちのキャプテンは、優しく見守ってくれる人。無理やり引っ張らず、みんなの心を優しくほぐして、一緒に、向かってくれる人。それが、レイカのやり方で、乃木坂のやり方。そんなキャプテンだから、私たちは、自由に、のびのびやれている。大阪公演が終わった後、レイカは私に言った。今年の神宮は、やれる。自信がある。ライブ前に、そう思ったのは、初めてだと。こんなレイカを初めて見たし、私も自信がみなぎった。全国を回り、いろんなハプニングがありつつも、全員で一致団結して、一つ一つクリアしてきた。得体の知れない乃木坂らしさが見えてきた。今日は全員で、その形を見せつけるチャンス。そして、私は決めている。今年は、絶対に、みんなでキャプテンを、もらわせたい。神宮で流れたレイカの映像ってレイカには内緒だったんだよね。ね、レイカがキャプテンってすごいなんかいいよね。うん、なんていうかレイカがキャプテンじゃなかったらまた乃木坂のグループってちょっと違ったようなね、気がするんだよね。私はなんかこうちょうどいいバランスを保ってくれてる感じがする。一歩控えめかもしれないけど、でもみんなのこと見てるからね、レイカは。そうだね。うん、なんか言うときは言ってくれるし、なんかポンコツばっかりが目立ってるけど、なんていうの、やっぱりポテンシャルが高いから、みんななんかそこを見て、あ、すごいなって思いながらついていきたくなるし、みんなレイカが大好きですからね。そうだね。はい。